スケートの写真を撮るのに必要な機材みたいな、まずこれだけないとちょっと無理じゃねえのっていうの、これ撮りたい心構え、心構え、機材、機材、カメラねえと困るな、気持ちはまずね、カメラは別に多分、まあ僕の場合はエントリーした時からその撮りたい絵っていうかどんな写真がかっこいいっていうのがもう鮮明にあったんで、まあ、それに合うカメラを探してきた末にレンズを選んだりとか、カメラの機種、例えばニコンとキャノンやったら発色が違うじゃないですか、今デジタルやったらデジタルの自分の好みの癖をまず知ることから始まって、で僕の場合はどちらかというと赤みがかってる写真よりかはちょっとサイド落ち気味のシャープな写真が好きなんでニコンのカメラを選びましたいきなりマニアックだよ、ね、これね、あの最初に例えばさ、カメラのことは知らない、絞りもシャッタースピードもわからない、はい、っていう人が、うん、あ、まあ、今一眼デジカメいっぱいじゃないですか、はい、でそういうのでいいのかね、そうですね、まあ、いやもうエントリーは多分撮りたいっていう気持ちさえあれば、うん、そのフィルムから入ろうがデジタルから入ろうが両方多分カメラっていうのがあのカテゴリーは変わらんじゃないですか、だからこうデジタルから例えばエントリーした人でも写真を知る上でフィルムのことも知りたくなるやろうし、フィルムのことをやってる人もデジタルカメラでどんな写真が撮れるんやろうっていうことには多分お互い気になってると思うんですよね、だから一番ベストは両方を持って写真の難しさを知ること、案外うまく撮れ、例えばデジタルはすげえうまく撮れるけどフィルムって意外とうまく撮れないじゃないですか、失敗したいっぱい、はい、いっぱい失敗した、真っ白真っ白だらけいや僕ね一番最初真っ黒だらけ、俺真っ黒だらけだったよ、ね、一番最初の方は僕京都で、うん、あのオリンパスのペンっていうカメラ使ってたんですけど、うんうん、露出系も何もついてないカメラで、うん、僕はそれがカメラだと思ってたんですよ、うん、それでバシバシ写真撮ってたんですけどもう全然うまく撮れんくてなんでスケートの写真ってこんな撮れへんのみたいな、まあ、写真が撮れてないのにスケートの写真が撮れてないって思ってて僕はそれで僕アメリカに住んでた時に、まあ、向こうの今ジュリアンとかと住んでる県長原に写真を見せてもらって、あ、こんな写真を撮る人がいるんやと思ったんですよ、海外の雑誌みたいに、それでどんな機材で撮ってるんですかって聞いたら、まあ、あのその時はマミヤの645にフィッシュ付けて撮ったんですけど、まあ、それ見せてもらって、で僕のその情けない経緯を話したら露出器がいるよみたいなそれが最低だろうみたいな、最近のカメラはフルオートで撮れるし、まあ大体撮れるよみたいなことを言われて、で僕アメリカに行った時にビデオを撮ったんですけど、ビデオだけではちょっと思い出としてね、もうちょっと増やしたいなと思って写真撮ろうかなと思って、で 今の嫁なんですけど、彼女にカメラを借りて撮ってみたらすごい綺麗に撮れてこれはおもろいぞとなって、まあ日本に帰ってきてスケートの写真ジャイアンとか撮ってたんですけど、なんかなかなかこうコントラストの強い写真が撮れへんなと思って、まあ、その時にでたまたま東京に来る、あの普通に遠征で来る機会があって、まあ、中島フォトグラフィーに出会ったんですよね。なんでこんな経緯話してるんですか。なんでいいんすか。いいんすよ、いいんすよ。中島さんの写真を見せてもらってまず衝撃を受けて、まあ県長原は基本的にあんまフラッシュを使わないんですよね、そこまで。で中島さんの写真とかすごいストロボセットを用意してスタジオみたいな感じで撮られるから、あ、ストリートスケートボードでこんな機材を揃えて撮る人がいるんやと思って、まあ、またそこでそうだ、ね、まあ、聞くんじゃなくて、まあ、どんな機材使ってんのみたいな横目でチラチラ見ながら分かれるよね、はい、そこからね、はい、こうよりシンプルにいく人と、はい、より機材を揃えて、うん、より作り込んでいく人とね、はい、分かれるね。それでまあ思い切ってストロボを、まあ、3つぐらい購入したんですかね、うん、そう、そこからですね。で、まあ、機材は徐々に揃えていくとして、はい、でなんかスケートの相手と撮るときに、はい、注意してることとか、スケートの写真だから特別こういうことは注意してますよみたいなのは、まあ多分そのこれ見てる人はどうかは知らないですけど、まあ、滑れない人でも、まあ、スケートボードに乗れる人でもまずとりあえず一緒に楽しんであげることですね。スケートボードだと価値観を、自分の価値観と スケーターの価値観ってやっぱ生活環境が違ったら全然違うし、まあたまたま共通のスケートボードで出会ってはいるんですけど、やっぱりメイクまでの過程で多分人によって全然違うから、一緒にこう笑ったり喋ったりとか、まあ、スポットに一緒に見に行くとか、楽しいことをもうしらみつぶしにいっぱいやるっていうことをやった後に、もう最後 9割9ぐらいまでそれで詰めた後に最後写真を
残り 1% の力でシャッターを押すというか、うん、な感じで撮った写真が、まあ、僕は最近はすごい好きというか、なかなか難しいとは思うんですけど、とりあえずだからエントリーしたてはやっぱり撮りたい意欲がすごいあるから、まあ、どんなトリックであれどんなスケーターであれどんどん撮ってほしいんですよね、うん、撮って撮りまくった上で絶対次のレベルを目指そうとするし、まあ、その際に何が足りひんかって考えた時に僕の場合は、まあ、スケートボードをその時あんまりしてなかったっていうのもあって、まあ、一緒にスケートボードを、まあ、下手なりに楽しもうみたいな、スケーターこんだけのウィールの大きさぐらいしか高さって変わらないんですけど、それに乗ることで難しさが見えてくるというかっていうのを僕は考えてまあできるだけ一緒にスケボーをして時間をかけて1枚の写真を撮るというか、うん、なんていうスタイルだねそれもね、はい、そうなんです、はい、あいやすごいよくわかりました、はい、タバコ吸い終わっちゃったね、大丈夫ですか、長くなっちゃってすいませんね、いやいやなんか